お父さんと呼ばせて、君にお父さんと呼ばれる筋合いは5万%ないって渡部篤郎を扮する花沢喜一郎51歳は、23歳の娘ミランが連れてきた彼氏遠藤健一演じる大道寺保が、自分と同い年の51歳ということを初めて知って大激怒。まあ確かにね、蓮佛美沙子扮するミランが結構あっちにもこっちにもええ加減なことを言ってたもんだから、その気持ちわからなくもないんだけどね。うん、まあそれにしても、実年齢では7歳年上の遠藤健一が渡部篤郎のことをお父さんと呼ぶ絵面っていうのはまさに違和感ありありなんだけど、うん、でなんといっても、あの映画にまでなった NHK のドラマ外事警察では、主演の渡部篤郎に同じ警察庁の一員でありながら敵対する関係を演じていたのが遠藤健一だったわけで、あの時のシリアスな対峙とは全く違ってコメディ色満載なのに、その点においては全く違和感がない。うん、というのも、遠藤健一と渡部篤郎が二人とも二の線も三の線も見事にこなせる芸達者だからこそ、はあ、まあ特に遠見はね、こわもてとのギャップが半端ないだけに、うまいを通り越してずるい。はあ、で、ちなみに今回の役どころに関して遠藤健一自身は公式サイトのインタビューで、ドラマの内容を聞いて、当然僕はお父さんの方だと思ってたら彼氏の方だったのでびっくりしました。僕は54歳なので、この年で若い彼女とラブラブする役が来るなんて思ってもいなかったです。同時に、うわぁ逆をついてきたな、面白くなるなと思いました。演じる保つとの共通点、割と自分に似ているというか、仕事にばかり一生懸命で、あとは何も知らない不吉祥っていうのはかなり僕の素に近いですね。僕自身は29歳で結婚したんですが、もう少しタイミングがずれてたら仕事に夢中になってて、ある日、あれ？なんで仕事ばかりしてるんだろうとなってた可能性は十分にあるなと。だから仕事に没頭するあまり、恋愛みたいな心の豊かな部分を置き忘れてきてしまったというような気持ちになる保つのことは理解できるような気がしますね。それから演じる上で意識すること、ギャグで笑かしたりするんじゃなくて、ストーリーの展開で視聴者がキュンときたり、思わず吹き出してしまうようなものをキャスト、スタッフが一丸となって作っていけたらいいですね。そのためには役にちゃんと血が通ってることが大事だし、その辺がいつも難しいなと感じています。芝居って自分一人でできるものじゃないですし、自分の心と相手の心がちゃんとミックスしているかということが大切。用意スタートからカットまでお互いの何かが混じり合って台本以上のものが生まれた時に一番幸せを感じるし、そういう場面が一つでも多く起こればと思って毎日やってます。それとミランが惚れてくれているのは、タモツの心の美しさだと思うので、まっすぐで純粋な部分だけは、ちゃんと忘れずに演じようと思います。自分の顔と戦いながら。とにかく、僕、こんな顔してて、ホームドラマが好きなんですよ。今回出来上がったドラマを見て、昭和っぽい雰囲気もあれば、一方ですごく現代ならではの会話もあるし、理想のホームドラマに出会えたな、という幸せな気分です。ぜひとも家族全員で一緒に笑ったり泣いたり、家族で感想を言い合えるドラマになってくれれば。作品は見てもらう人がいて初めて完成するものなので、一人でも多くの人に見てもらって、回が進むごとに話題になって、見てくれる人がどんどん増えればいいなと思います。ということで、気になる初回の視聴率は 9.6。一周先に始まった真裏の TBS 深田恭子主演のダメな私に恋してくださいが、意外にも初回の 9.0 からこの前は 9.3 と右肩上がりで、2つのドラマの差はわずか 0.3 ポイント。果たしてどちらが先に2桁に乗せることができるのか、それとも共倒れか。
まあそんなこんなで、とにもかくにもお父さんと呼ばせて、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。